健康に対して意識が高い方ほど男性でも何て言うんでしょう、病院行って検査をするよりもこちらで体見てもらった方がどこへ疲れてるとかっていう自分のコンディションが分かるからっていうので書いてくださってる方が結構いらっしゃいますね。本当になんか本当の人間ドックとか、まあ、病気を治療するんだったら、まあ、うちのお医者さんの分野なんでしょうけど、普段の日はちょっと疲れたなとかちょっと調子悪いなって病院風っていう感覚じゃないところはやっぱりこういうとこういうエステの様子の方がいいっていうことですね。そうするともう瞬時に顔色とか舌の硬さとかそう都合して痛みのところで あとは酒飲みすぎとか寝不足とかと瞬時にこう見破ってしまうという。だからやっぱり長くね通っていただいてるお客様だと何かあった時って入ってらっしゃった瞬間にも違うんですよ顔が。で、なんか今回ありましたって言うとえって言いながらブラ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 って泣くこともありますし、それぐらいもう本当になんて言うんでしょう、表面からのケアだけではなくて心のケアも関係のある場所ですね。反対にお客さんの方も敏感になって来られるんですね。そうなんですよ、それが困るんですけどね。だから例えばお家ではわからないことがここに来て、例えばサロンに来てベッドに寝ると先生なんかこっちの足が短くなってませんとか、なんでなんでって言ったら、ここに寝るとこう自分の、まあ、骨盤がずれるからそうなるんですけど、体のバランスがわかるようになる言うんですよ。へー。だから首がなんか例えば寝違いってありますよね、たまに、はい、でそういう時でも、もうなんかいつもは今までは分からなかったことが、あ、もしかしたらここら辺の骨がちょっとずれてるのかなとかいうのがある程度一度整えて、骨もから筋肉も整えると、それが長くなってくると体って覚えるじゃないですか。例えば骨の位置だったりするんですけど、それをこれずれ出すと自分が分かります。あ、それはすごいね。うん、だから先生なんかちょっと歩き方がおかしいんですとか、首がちょっとおかしいんですって言って、予約じゃない時に予約が入ったりだとかっていうのは、だからみんなが自分たちが自分で体を守り出してくれるっていうのは、なんかあ、やっててよかったなって。でもそれ大事ですよね。自分で自分のその一番正しいポジションの基準ゴールは理解してるから、普段何をしなきゃ何をしちゃいけないっていうのが分かるってことが予防の一番大事ですよね。さっき言ってたそのスポーツもしすぎるとなんか歪みが来だしたりだとか、だからちゃんとしたスポーツだといいんですけど、無理に急にねこう目覚めて急にいきなり頑張りすぎて痛めちゃう方多いですもんね。逆にこうね反作用が起きたりっていうのはありますよね。だからそういうのも自分がちゃんとこうポジションが分かってると、こうずれ出した時に分かりますよみたいな、それがやっぱり予防っていう部分にね、またつながってくると思うんですけど、うん、それだけみんな皆さんもお客さんたちも長く通えば通うほど、うん、自分の体も分かるし、かるコンディションも分かるようになってくるんですね。うん、自己発見の場合はそうです、自分発見のことなんですね。その自己発見とかでいくと、例えばそうやって例えばね、お仕事を変えられる方たちもいらっしゃるし、いや、こうお話ししている間に、あ、自分はこういうのが向いてたんだとか、こういうのは本当昔から好きだったんだとかね、っていう部分で新たな道を歩まれたお客さんたちもいらっしゃいますし、だからやっぱりそこがさっき言ったそのカウンセリングすることで心こう、こっちからこうああだこうだ言うんじゃなくて、本人さんたちが気づく本当の自分。ビジネスの方のコーチングですよね。そうですね。要はその人の本来思っていることとか考えていることを要は言葉にして話し出させてあげることによって整理できて、自分の本来の自分の思っていることを分かるというあれですよね。私たちのカウンセリングはそっちの方の方が強いと思います。本人さんに気づいてます。話を伺って、ね、先生が喋りながら、はい、あ、私はみたいな感じで気づく。使ってばそっちの方に持っていくようにします。じゃないと私たちが喋りすぎる。気づきがないと結局体って変わらないんですよ、で考え方も変わらないんですよ、で気づきて初めて行動も変わってくるし、いわゆる習慣も変わって、それが人生を大きく変えていくっ
ていうことなんですね。だからそこで本人が気づかないと、いつまで経ってもこうしてくださいね、ああしてくださいねって言ってたよ、もう本当に無駄なんですよね。頼って依存して聞いたアドバイスは何にも残らないんですよね。人生の相談所みたいな感じで、なんかね、道しきるみたいな、なんかね、ほどきますよね、なんか。誠実、メッセに行くと健康とか綺麗になるだけじゃなくて、自分に気づいて、自分の今後の行くべき道も見えてくるみたいな感じ。そうですね、だから本当にちょっと、なんて言うんでしょう、お客様で海外にね、もっともっと勉強しに行きたいって、でも本当にやりたいのって何？っていうお話をしているうちに、やっぱり行ってきます、あ、またお客さん一人減らしたなみたいなそういうこともありますよ。ね、ね、なんか売り商売にならないなっていう時もありますでもなんかそうやって少しでもなんかその方たちの人生のほんのもうほんと一かけらですよね、1ページになるかならないかぐらいに人生にこう関われてるっていうのがやっぱりこう仕事の楽しみ。これは別にその日本のエステだけじゃなくて世界中どこもやっぱカウンセリングっていうのは非常にこう大事なんですか、ですね。だから本当はそうなんですけど、やっぱりね、こう仕事商売だからやっぱり利益も出さなきゃいけないし、っていう部分でこう形が変わってきたっていうのはありますよね、業界的にも。だからみんながこういう仕事をしてるんじゃないでしょうけれども、メニューだけね、私たちがやるっていうのももちろんあるでしょうけど、なんかこのポリシーだけはなんか捨てたくないなみたいなのは、ね、私たちはそう思っています